いや、吉田さん面白いじゃないですか。悪名でかつ無名みたいなね。まあでも悪名悪名って言っても、それは事情をよく知らない方とか上辺だけを見ている方のことであってね。やっぱ吉田さんもそうだし、私もそうだし、多くのネットビジネスにこだわる人っていうのは、続いてるものっていうのは、結局ね、ワンクリックで稼げますみたいなキャッチコピーに引き寄せられて、実際に試してみたら、あ、真面目にやらなきゃいけんのだ、じゃあ一丁真面目にやってみるかっていう風に落ち着いたからだと思うんですよ。でもワンクリックで稼げねえじゃん、詐欺だって言って上辺だけをなぞってね、一発二発怪我をしたからって言って退場していく人って、ずっとその先入観のままネットビジネスっていうものに、苦手意識を持って、怪しい意識を持って、ずっと近寄ってこないんだろうなと思いますよね。だから物事を見ようと思ったら、まあ、上辺だけ漁ってもダメでね、実際に砂浜も表面はこうやって熱いけども、掘ってみたらもう冷たいし、海水も出てくるし、いろんなものが掘れてくるみたいなところじゃないかなと思うんですよ。だからやっぱね、続けることによって見えてくるものはだんだん変わってきてね、やっぱ私 FX を今ね、毎日毎日やってるんですけども、いや本当にすごいなと思いますね、 FX の世界は。表面で見たら上がるか下がるかだけなんですけども、そこに数々のドラマがあって、こういう心理状態が反映されてるんだろうなっていうふうに仮説して、それをもう何年も前、何十年も前に同じように考えてる人がいたりとかね。で、実際私が解説をすると、あ、久保さんの言われているようにチャートが見えるようになりましたとかっていうので、どん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 ね、広がっていく。 FX を私が始めた頃っていうのは、攻略できるもんなんだろうか、どうだろうかっていうふうな疑いもあったりね。それから攻略できたからといって、それが一体人に伝わるんだろうかみたいな疑いが結構あったんですよ。で、FX ってのはね、一発でドーンと稼げるかって言ったら、やっぱ稼げない。投入金額をたくさん積めば一瞬で億万長者もあり得るけども、もともとその投入金額はないわけですからね。で、あったにしても、やっぱりね、それなりの確率でなくなる可能性もあるわけじゃないですか。そしたら、とてもじゃないけど、張れる精神力はないなと。でも、一か八かにもし張ることがあるとしたら、それは、技術を身につけることによって、高い確率で勝率を上げていく。そのぐらいの工夫はせなきゃいけんなと思いましたね。それは、やっぱアフィリエイトを通じたり、転売を通じて、いわゆるネットビジネスを通じて、偶然儲かることはないんだなと。偶然儲かることを最初から当てにしちゃダメなんだなと。やっぱ偶然儲かったように見えるけども、実際、やることは地味で緻密なんだなってことを、やっぱこう分解して分かったからじゃないかなと思いますね。まあ、本当にここまでやってきてよかったなというところでございます。行ってみよう。